新入生に嘘つきまくる陰キャ。すいません、職員室ってどこですか？ちょっと新入生の前で陰キャ感出したら、あの先輩陰キャだって噂広まっちゃうよ。じゃあ僕の最大の武器であるあれ使うか。後輩から尊敬されるような強大な兵器持ってんの？何ほら吹き巨幻兵器2年のカーストトップとか雪。え、先輩2年のトップなんすか？うん、見た目じゃわかるっしょ。すげえ、2年のドンってやつですか？あ、それそれ。僕が2年のトン。トン、ドンだよな。じゃあやっぱやんちゃとかもしてるんすか？いや、見た目じゃわかるっしょ。それだ。ま、僕のやんちゃはネットとか機械使う感じ。あ、なんかこうハッキングとかそういう系っすか？うん、そうそう。マジやばいよ。ああ、ハッカーだから。また僕なんか炎上してる。ハッカー？え、炎上しょっちゅうしてるんすか？バンバンだよ。じゃあ現実で喧嘩売られたらどうしてるんですか？機械とか使えないじゃないですか。まあ僕自身が人型のマシンみたいなもんだから。人型のマシンってどういうこと？女子から聞いたことない。何僕のこと見ただけで体痒くなったって。オフジンマシン失神するレベルってか。おお、すごいっすね。これ尊敬してるよ。僕に近づきすぎるとかぶれるぜ。おお、きついな。あ、ってことは女子からは嫌われてる感じなんすか？いや、全く。シリアル女どもがアタックしてきて。うぜえうぜえ。うぜえ。へえ。じゃあちょっと今先輩がキープしてるシリアル女に電話とかしてみてくださいよ。やば、シリアル女子なんていなくね。女子との会話聞かせるぐらいならなんとかなるかも。人工知能で。シリがあるか。そっか、人工知能なら頭いいし、カリカリならバレないかもね。お、電話出たわ。後でデートしようよ。いえ、それはお断りします。何か他にお手伝いできることはありませんか？テリアさんだから。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。